エクイティ、エクイティ、公平法とは、英米法の国々において、コモンローで解決されない分野に適用される法準則である。英米法において、コモンローは、イングランドのコモンロー裁判所が下した判決が、集積してできた判例法体系であるのに対し、エクイティは、コモンローの硬直化に対応するため大法官が与えた個別的な救済が、 雑多な法準則の集合体として集積したものである。コモンローとエクイティとの間には、主に次のような違いがある。現在では、コモンローの訴訟とエクイティの訴訟では、手続きにあまり違いはなくなっているが、今でも、英米法の中で、コモンローとエクイティの違いは広く認識されており、特に売信心理が保障されるか否かといった点で、現実的な違いを生んでいる。 イングランドでは12世紀末頃から人命、末訴訟裁判所、財務不裁判所という3つのコモン裁判所が設けられ、そこでの判例の蓄積により、主に契約法、不法行為法、不動産法、刑事法の分野でコモンが形成されてきた。その特徴は、賠償心理を用いること、金銭賠償による救済を原則とすることであった。しかし、 バイが有力者の圧力を受ける場合があったこと、金銭賠償では真に、当事者の求める救済が与えられないことがあったこと、顧問ンロ上の訴訟が手続き的に厳格であり、訴訟方式がエクイティを司り、信託法を発展させるとともに、救済方法としては、顧問ンロにはない差し止め命令を認めた。例えば、自分が所有する唯一の父牛なのに、隣人の土地に迷い込んだまま、 どうしても返してもらえないような場合、原告としては、その入給を返してほしいだけであって、金銭的価値の返還を受けることは、望んでいないことが多い。このような場合、古文堂裁判所も、動産引き渡し令状、と呼ばれる命令を発することができたが、差し止め命令と比較すると柔軟性に欠け、また簡単には得られなかった。また、エクイティでは、古文堂よりも、 公平と柔軟性とに重点が置かれ、公平法格言という一般的な基準があるのみであった。そのため、大法官が命名自分勝手な良心に従って判決をしているという批判を浴びたこともあった。17世紀切手の法学者であるジョン・セルデンは、エクイティは大法官の足の長さに応じて変わる。と批判した。その後、イングランド及びウェールズでは、 1873年から1875年の裁判所法によってコモンローとエクイティとの融合が進められた。現在ではイングランド及びウェールズでもコモンローとエクイティは同じ裁判所で審理されるのが通常である。アメリカ合衆国もイギリスからコモンローとエクイティの区別を掲示した。アメリカでは当時のイングランドと異なりコモンロー裁判所が エクイティの訴訟も取り扱う州が多かった。しかし、その場合でもコモンローの訴訟とエクイティの訴訟では、手続きが異なっていた。その後、1938年に制定された、連邦民事訴訟規則2条では、民事訴訟という一つの訴訟形式のみがあると規定され、連邦裁判所及びこれに従うほとんどの州で、コモンローの訴訟とエクイティの訴訟の手続きは、統一された。 しかし、その後も、口述の通り、賠償審理が認められるかという点で、コモンローの訴訟とエクイティの訴訟には、違いが残っている。今日のアメリカ合衆国では、連邦裁判所とほとんどの州裁判所では、同じ裁判所が、通常法とエクイティの双方を管轄するため、原告は、一回の手続きで、通常法上及びエクイティ上の双方の救済を、得ことができる。しかし、 特に、デラウェア州など、今もなおコモンロート、エクイキトで管轄する、裁判所を分けている州もある。デラウェアの大法官裁判所、エクイキ裁判所は、会社、信託、不動産、契約等の訴訟を管轄している。その他、一つの裁判所の中に、別々の部を設けて、コモンロート、エクイキトを分けて管轄させている州もある。信託法から発展した、会社法のか。 伝統的に、大法官部裁判所が管轄してきた分野には、遺言と、その兼任、養子縁組と貢献、婚姻と離婚などがある。アメリカ合衆国では、コモンローとエクイティトが統合されるにつれて、コモンロー裁判所が多くのエクイティ裁判所の手続きを取り入れた。エクイティ裁判所の手続きは、コモンローの裁判所と比較してはるかに柔軟である。 アメリカ合衆国の実務で言えば、併合、共同被告間訴訟といった手続きが、エクイティ裁判所に期限を持つ。現在、アメリカ合衆国において、コモンローとエクイティの違いで最も重要な点は、賠償審理が認められるか否かという問題である。アメリカでは、連邦裁判所における、民事訴訟で賠償の審理を受ける権利は、アメリカ合衆国憲法修正7条により、 保証されているが、そこで、賠償審理が保障されている民事訴訟とは、同条項が批准された年である1791年当時、イギリスで、古文道上の訴訟とされていたものを指す。連邦最高裁の判例によれば、ある制定法に基づく訴訟が、古文道上のものか、エクイティ上のものかを判断するには、まず、その訴訟と、18世紀当時、 コモンローとエクイティが一緒になる前のイギリスの法廷で起こされていた訴訟等を比較してどちらの類型とより類似するかを判断する必要がある。次に求められている救済方法を審査しその性質上コモンロー上のものであるかエクイティ上のものであるかを判断する必要がある。救済方法が金銭賠償だけである場合には純粋にコモンロー上のものであり 売信の権利が認められるのに対し、差し止め命令、契約解除、特定利行のような非金銭的救済は、エクイティ上のもの出るから、売信ではなく、裁判官の判断に委ねられる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。